2010年、開通したばかりのアムール幹線道路を、ロシアのウラジミール・プーチン首相がラーダ・カリーナで走行した。2010年、ラーダ・カリーナの前に立つウラジーミール・プーチン・ラーダ・カリーナは、ロシアの自動車メーカー、アフトバースが、ラーダブランドで製造、販売している、欧州 B セグメント級の小型車である。2004年発表、社名のカリーナは、 韓国のロシア名に由来する。なお、フィンランドでは、コリーナがフィンランド語でガタ音を意味する語であることから、使用を避け、ラーダ119として販売される。ボディタイプは以下の3種類、また、エンジンは以下の3種類のガソリンエンジンである。カリーナは、ほとんどの西欧市場に輸出されており、運転席及び、助手席、エアバッグ、ABS、電動式、 パワーステアリング、エアコン、そして、加藤式、リアシートを装備して、およそ7から8000ユーロの価格で販売されている。OEM 車両のみ 124AT が設定されたこともあり、現行型では AT も選べる。一方で、e s c サイドエアバッグは提供されない。カリーナには、スポーティー版のカリーナ GS スポーツも製造されている。2007年には、 フランクフルトモーターショーにスーパー1600使用のコンセプトカーであるカリーナスーパー1600を出展している。ラーダカリーナはロシア版トップギアによってお手頃価格の車として使用されている。ありがとうございます。